皆さんどうもこんにちは、プリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回は2024年春休み、今が始め時な本当に面白いスマホゲーム10選を紹介していきたいと思います。今日の動画を1本最後まで見ていただければ、普段スマホゲームを遊ばない方でも本当に面白いスマホゲームがたくさん見つかりますので、ぜひ最後まで動画を見ていってくださいね。またですね、今回紹介するスマホゲームはダウンロードからプレイまで全て無料になりますので、少しでも気になったらぜひ動画の説明欄からダウンロードして遊んでみてください。それでは早速動画の方見ていきましょう。まず最初に紹介するのはアスター・タタリクスと鬼滅の刃コラボになります。本作はアニメ鬼滅の刃のキャラクターたちがアスター・タタリクスの世界に登場します。プレイヤーは特別なイベントを通じて鬼滅の刃のキャラクターたちと共に冒険を進めることができます。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、限定キャラクターの登場を楽しめます。こちら鬼滅の刃コラボはコラボ期間中にはかまど炭治郎や煉獄杏寿郎など鬼滅の刃のキャラクターたちがゲーム内で活躍します。これらのキャラクターは特別な能力やスキルを持っており、プレイヤーのチームに新たな戦略をもたらします。続いてですね、コラボ限定の装飾品と報酬を楽しめます。本作はイベントではアニメにちなんだ特別な装飾品や報酬が手に入ります。これらのアイテムはゲーム内でのキャラクターの強化やカスタマイズに使用できます。それ以外にもですね、オリジナルストーリーとイベントを楽しめます。こちら鬼滅の刃コラボはコラボイベントにはアニメ鬼滅の刃の世界観を反映したオリジナルストーリーが展開されます。またイベント限定のクエストやミッションを通じてプレイヤーは独自の体験を楽しむことができます。次に紹介するのはたべっ子動物タイムになります。本作はギンビスのロングセラービスケットたべっ子動物の動物たちが登場する初の公式パズルゲームアプリです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、簡単操作でゲームを楽しめます。本作はなぞってつなげるだけの簡単操作で、それぞれ異なるスキルを持った可愛い動物たちと爽快なパズルに挑戦できます。パズル玉をたくさん消すとボムが出現し、高得点のチャンスになります。続いてですね、自分だけの動物たちのハウスを楽しめ本作はパズルをプレイすることで家具を集めて自分だけの動物たちのハウス作りを楽しめます。いろいろな動物たちがひょっこり遊びに来てくれるかもしれません。それ以外にもですね、本格的なマルチプレイが楽しめます。本作は動物たちのレベルを上げてスコアアップを目指せます。パズル玉をたくさん消したりアイテムを使ってレベルアップをしましょう。いろいろな動物を集めて最強のチームを作り上げることもできます。次に紹介するのはストリートファイターデュエルになります。本作は伝説の格闘ゲームストリートファイターの世界をスマホで再現した放置系とキャラ育成 RPG とライトストラテジーを混ぜたゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、歴代の人気ファイターたちを楽しめます。こちらストリートファイターデュエルは竜、剣と一緒に邪悪を打ち倒し世界の平和を取り戻します。さらに自分好みのキャラクターを作って育てたり、他のプレイヤーとチャットや協力プレイを楽しめます。続いてですね、ワンタップで必殺技を繰り出し超絶な爽快感の体験を楽しめます。本作はアーケード時代での感動がスマホでも味わえます。また最強の必殺技を放ち敵を打ち倒します。戦いは常に一瞬で決まります。オートバトル機能で敵を一掃してクエストをクリアできます。自分だけの最強チームを作り上げて次なる勝利を目指しましょう。それ以外にもですね、新たなストーリーで原作世界の追体験を楽しめます。こちらストリートファイターデュエルは世界を危機にさらす陰謀が動き出そうとしている中、竜や剣と共に格闘大会に挑み新たな冒険へ挑みます。数々の難関ミッションを攻略し最強のファイターを目指しましょう。次に紹介するのはハイキューフライハイになります。本作はですね、アニメハイキューを題材としたスポーツカードゲームです。プレイヤーは原作アニメのキャラクターたちを集めて自分だけのチームを編成します。原作の名シーンや名台詞をフルボイスでリアルに再現しています。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、コレクションと育成をメイン要素に据えたスポーツカードゲームを楽しめます。こちらハイキューフライハイは原作アニメ中の名シーンやキャラクターたちの名台詞をリアルに再現しています。自分だけのチーム編成と多種多様な戦術を武器に試合を勝ち進んでいきます。ハイキューファンはもちろんバレーボール好きな誰でも楽しめれるゲームです。続いてですね、完全再現されたハイクオリティの 3D の試合を楽しめます。本作は 3D モデルのキャラがコートを駆け巡り手軽に操作できるオートシステムも搭載しています。また原作に登場する40名以上のメンバーが選べます。組み合わせは自由自在で自分だけの最強チームを作り上げ頂点を目指して勝利をつかみましょう。それ以外にもですね、
華麗なスキル演出を楽しめます。こちらハイキューフライハイはストップモーションだけでなく試合中のハイライトを華麗な動画で再現しています。さらに臨場感あふれるメンバーの姿と迫力満点な必殺技に注目です。次に紹介するのはプロ野球スピリッツエースになります。本作はですね、手軽な操作で野球アクションや選手の育成を楽しむことができる本格プロ野球ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね無料でプロスピが遊べます。こちらプロ野球スピリッツエースはね、一般的な家庭用ゲームのプロスピと違ってね、完全無料で遊べます。課金要素もあるんですけども、毎日のログインボーナスだったり毎週行われる定期イベントをクリアすることでね、無課金の方でも十分遊べます。続いてですね、リアルなプロ野球表現を楽しめます。本作はねプロ野球選手が実写と本人そっくりのリアルな 3D モデルで登場します。試合を熱く盛り上げる実況や解説や観客席からの応援でプロ野球の臨場感をそのまま体験できます。それ以外にもですね、本格的な 3D アクション野球を遊べます。こちらプロ野球スピリッツエースはね、選手のリアルな成績や特徴が結果に大きく影響します。さらにね、アクションが苦手な方のためにね、ゾーン打ちやお任せ配球といった簡単操作も遊べます。次に紹介するのはブルーロックブレイズバトルになります。こちらブルーロックブレイズバトルは人気サッカー漫画ブルーロックを題材にしたスマートフォン向けサッカーゲームです。プレイヤーは強力なキャラクターを集めて戦略的なサッカーゲームバトルを繰り広げることができます。ストーリーモードや対戦モードが非常に楽しめます。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はブルーロックの個性的なキャラクターたちを楽しめます。こちらブルーロックブレイズバトルはゲーム内にはブルーロックのキャラクターたちが多数登場し、それぞれの特徴やスキルが忠実に再現されています。プレイヤーはお気に入りのキャラクターを集めてチームを編成できます。続いてですね、ブルーロックでおなじみの戦略的なバトルを楽しめます。本作はサッカーバトルは戦略的で、プレイヤーはパス、シュート、ドリブルなど様々なプレイを駆使して勝利を目指します。相手の戦術を読み解く頭脳戦が本当に魅力です。それ以外にもですね、オリジナルストーリーを楽しめます。こちらブルーロックブレイズバトルはゲーム内にはオリジナルのストーリーモードがあり、プレイヤーは主人公としてサッカーの舞台裏に挑みます。物語を進めながらキャラクターたちとの絆を深めることができます。次に紹介するのは Call of Duty Warzone Mobile になります。本作は Call of Duty のフランチャイズの新時代を切り開き、最高レベルのクオリティのバトルを楽しめれるバトルロイヤルモバイルゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね Warzone Mobile をスマホで楽しめます。一般的に知られている Call of Duty Warzone はね、ゲームを遊ぶためにゲーミング PC や家庭用ゲーム機が必要なんですけども、こちら Call of Duty Warzone Mobile はね、お手持ちのスマホでいつでもどこでも本格的なバトルを楽しめます。本作はね、お手持ちのスマホ1台で本格的なコールオブデューティーのゲームプレイを体験できます。さらにね、最高級のグラフィックスと直感的な操作で遊べたり、動きやエイム、武器のハンドリングに至るまで全てがモバイルゲーマー向けに設計されています。もちろんね、アニメーションやサウンドの最適化やプレイヤーが求める究極の精度、リアリティ、パフォーマンスを実現しています。それ以外にもですね、最大120人の実際のプレイヤーとバトロワを楽しめます。こちらコールオブデューティーウォーゾーンモバイルはね、最大120人の実際のプレイヤーとバトロワを外出先で遊べるんですけども、新しいコールコールオブデューティーのテクノロジーを採用し、フレンドやチャットチャンネルなどのソーシャル機能や所持している武器だったりバトルパスなどが共有になるので、シームレスにコールオブデューティーを遊べます。次に紹介するのはエースレーサーになります。本作は世界中のトップメーカーに許可を受けた100台以上のリアルな名車からハイテク満載のコンセプトカーまで、超一流マシンと独特な必殺技でレーシングを楽しめる新感覚レースゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、必殺技で逆転ができる新感覚なレースを楽しめます。こちらエースレーサーはね、壁を通り抜けたり暴走したり必殺技を使ったりしてライバルを蹴散らし1位を目指すゲームなんですけども、初心者の方やレースゲームが苦手な方でも様々な必殺技を使えばいつでも逆転のチャンスがあります。ニトロを使い必殺技を決めたりと一味変わったレースを遊べます。続いてですね、魅力的なサーキットを楽しめます。本作はね、世界各地に存在する有名な観光スポットを緻密なグラフィックスで再現しています。東京や京都だったり上海などといったロケーションからピックアップされたコースをハイスピードで遊べます。それ以外にもですね、多彩な名車を楽しめます。こちらエースレーサーはね、世界で根強い人気を誇る大手自動車メーカーから厳選した100台以上の名車が続々登場します。ポルシェ911や日産 GTR など現実世界でも名高い高級車だけでなく、エースレーサーの完全オリジナルコンセプトマシンも走行できます。
次に紹介するのはパワフルプロ野球栄冠9になります。本作はですね、パワフルプロ野球シリーズに収録されている高校野球部の監督となり全国制覇を目指す栄冠9モードがモチーフになった野球ゲームになります。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね無料でパワープロを楽しめます。一般的に遊ばれているパワープロは家庭用ゲーム機とゲームソフトが必要なんですけども、こちらパワフルプロ野球栄冠9はねスマホ一つあれば無料でゲームを遊べます。続いてですね、本格的な野球シミュレーションゲームを楽しめます。本作はね家庭用ゲーム実況パワフルプロ野球シリーズのモードでおなじみの野球シミュレーションモード栄冠9がスマホアプリ版でがっつり遊べます。それ以外にもですね高校野球部の監督を楽しめます。一般的に遊ばれているパワープロはね選手を操作して遊ぶんですけども、こちらパワフルプロ野球栄冠9はね監督として選手にサインを出してゲームが進行していくので難しいゲーム操作が不要となります。最後に紹介するのは勝利の女神ニケになります。本作はアンドロイド生命体ニケが戦いを繰り広げるアポカリプスシューティング RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねユニークな魅力的なキャラクターたちを楽しめます。こちら勝利の女神ニケはねバトルが等身大のキャラクターイラストをそのまま使用できるので、本当にね個性にあふれた魅力的なニケたちと一緒に協力して戦えます。続いてですねハイクオリティなグラフィック表現を楽しめます。本作はねハイクオリティなイラストと高度な描画技術を使用していたり、リップシンクモーションなどの最先端なテクノロジーが採用されているので、非常にね今までと違うモーションとアニメーションを味わえます。またね斬新かつインパクトある壮大な世界観と感情を躍動させる多彩なシナリオが遊べます。それ以外にもですね最高に楽しめれる戦術体験を楽しめます。こちら勝利の女神ニケはね多彩な銃器とキャラクタースキルが使用できるのでね、様々な強敵を次々と撃破できたり変化し続ける戦局と戦術を楽しめます。はい、ということで今回なんですけども、2024年春休み今が始め時な本当に面白いスマホゲーム10選を紹介しました。少しでもね参考になりましたら動画の高評価もしくはねチャンネル登録の方よろしくお願いします。皆さんの動画のコメントやチャンネル登録高評価が次の動画を上げる本当に励みになってますので、引き続き応援の方よろしくお願いします。またですね今回紹介したスマホゲーム以外にも皆さんのねおすすめスマホゲームをぜひねコメント欄で教えてください。こちらのチャンネルはちょっとした隙間時間に遊べるスマホゲームだ夏休みや冬休みなど長期休みにがっつり遊べるスマホゲームをたくさん紹介します。またですね YouTube をチャンネル登録してもらうと YouTube のコミュニティ欄を見ることができます。動画よりも早く速報で新作スマホゲーム情報やスマホゲームの事前登録情報を定期的に YouTube のコミュニティ欄で紹介しますので、もしよかったらねぜひこの機会に YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。最後にですね公式 LINE もやっています。 YouTube では紹介しきれないたくさんの無料スマホゲーム情報を公式 LINE で紹介しますので、もしよかったらねぜひこの機会に動画の説明欄から公式 LINE の友達追加もよろしくお願いします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。